ロバート・フィールド・ストックトンは、アメリカ海軍の軍人、米国戦争の間、カリフォルニアの占領を達成した。ストックトン家は有名な政治家の一家で、自身も上院議員として、ニュージャージー州から選出された。ニュージャージー州プリンストンで、政治家の家庭に生まれた。父のリチャード・ストックトンは、国会議員で、彼の祖父の、また別のリチャード・ストックトンは、 アメリカ独立宣言に署名した人物である。ロバートは16歳の時にアメリカ合衆国海軍で海軍将移行補正に任命され、米英戦争の間は海戦で活躍した。その戦争後、ストックトン中尉は地中海、ハリブ海、及び西アフリカ海岸の軍艦に赴任した。彼は奴隷売買に対して行動した最初の海軍士官で数隻の奴隷船を捉えた。 ストックトンは植民協会のエリエアース博士と共にリベリア州の設立を導いた条約を交渉したが銃を現地の王に突きつけて土地を奪うなど強引な手法が後に問題視された。1820年代後半と1830年代の間は彼は主にニュージャージーの勝負に関して注力した。この時、後のニュージャージー選出のアメリカ上院議員になる息子、 ジョン P ・ストックトンが誕生した。ロバート・ストックトン1838年、ストックトンは艦長として海軍の任務を活発に再開した。彼はヨーロッパに勤務していたが、1840年に政治上の仕事を引き受けるために休暇を取った。アメリカ海軍長官のポストが1841年のジョン・タイラー大統領によって提供されたとき、 彼はその申し出を断ったが、非常に重い大砲を備えた新しい蒸気軍艦の建造の支援に携わり成功した。この船は米軍艦プリンストンとなり、アメリカ海軍で最初の蒸気機関の軍艦となる。この船はジョン・エリクソンによって設計され、1843年に完成した。この大砲には欠陥があり、1844年2月の大砲の 暴発では責任を追求されなかった。この爆発では数人が死亡した。代償の地位にいたストックトンは、東、太平洋で海軍を率いて、リオサンゲーブリールの戦いとラメイサの戦いにおいて、メキシコからカリフォルニアを奪う、際の重要な役割を務め、カフエンが条約による終戦を導いた。彼はカリフォルニアの初代軍政府長官を務めた。ストックトンは、 1850年5月に海軍を辞職し、ビジネスと政治の現場に戻る。1851年、彼は民主党員としてニュージャージーからアメリカ合衆国上院に選出された。そこで彼は海軍の懲罰として行われていたムチち系の撤廃の発案の発起人になった。彼は1853年1月10日に辞職し、デラウェアラリタン運河社の社長に就任し、 1866年まで、勤めた。1861年に対立関係にあった、北部と南部を和解させるための交渉にあたるが、失敗し、南北戦争が勃発。1863年に、南部連合軍が、ペンシルベニア州に侵入したとき、彼は、ニュージャージー民兵の司令官に任命された。終戦後の1866年に、ニュージャージー州プリンストンで死去し、 プリンストン墓地に埋葬された。彼の功績を称えて、海軍は3隻の艦艇にその名を命名した。他にも都市などに彼の名が付けられた。特に有名なのはカリフォルニア州のストックトンである。ありがとうございます。